東京浅草。訪ねてきたのは香港からのカップルです。姐姐即好期待可以之後穿啲時尚和服啦，咁就可以周圍都可以體驗下，即係日本嘅文化咁樣。ここは着物レンタル店。店内にあるおよそ250種類の着物から選べ、着付け、ヘアセットなど込みで3800円。外国人スタッフも対応してくれます。国慶節に日本への旅行を予定している中国人に、日本でしたいことを聞いたアンケートでは、買い物、日本料理に次いで着物を着たいが3位に。着付けを終えたカップル、彼女の着物姿に、パートナーは一眼レフカメラを準備していました。哦，因为佢就系要抱咗佢最靓嘅，吩咐一定要带相机过嚟。この着物レンタル店は浅草に3店舗あり、一月に2000人ほどの外国人観光客が利用していて、国慶節の期間はさらに客足が伸びると見込んでいます。着付けしたあの香港人カップルが向かったのは人力車。ここでも日本の文化を体験。明日から国慶節の大型連休、日本の文化を楽しむ中国人の姿が多く見られるかもしれません。天皇陛下の生前退位は